京駅に来ました。はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今僕は東京駅の丸の内側にある皇居の外の公園ですねに来てます。東京のど真ん中にあるんですけど、それを忘れさせるぐらいゆっくりした時間が流れてるおすすめの場所です。本当はもっといろんな場所だったりいろんなスキル空間を撮影して編集してアップしたっていうのが僕の楽しみだったりするんですけど、でも今はそれができる状態じゃないんで、なのでどうしようかなって思ってた時に GoTo トラベルの東京発着が OK ということになったので、ちょっと東京から出るのはちょっと忍びないので、東京内でステイケーションしようと思ったんです。一級ホテルさんのところで GoTo キャンペーン開催中っていうのがあったので、ここをタップしまして、でそこから下にある GoTo 対象の宿を探すっていうのがオールタップしまして、でこれで東京ってやったんですよね。でここで僕たちの場合は一番トップに出てくるこのパレスホテル東京っていうやつ、これがピンときたわけですよ。でこれパーって見た時に、通常2人で利用する場合は 77,924円かかるんですけど、 GoTo トラベルクーポンを使うと 27,273円が引かれて、であとは即時利用っていうのがちょっとよくわからないですけど 3,895 円引かれてます。なので合計で、今回のお支払い金額は2人で 46,756 円となりました。はい、これめちゃくちゃ安いですね。1人2万3000円ですから、うわ高って思うんですけど、でも通常だったら7万7000円のところが4万6000円で済むっていうのが本当にありがたいですね。起業した当時とかはここからずっと見てて、わあいいなーとか、人生一度でいいからとか泊まってみたいなーっていうふうに思ってましたね。であちらに大手門が見えるんですけど、その向かい側にパレスホテルの入り口があります。 JR の東京駅から歩いてきてもいいですし、大手町駅からパレスビルディングに直接上がった方が簡単かもしれないです。コンビニだったりカフェだったりっていうのもあるので、かなり利便性はいいですね。で今14時25分でもうちょっとチェックアウトまで時間があるんですけど、今のところ9686歩歩きましたね。今日も1万歩近く歩きましたけども、いやー全然疲れないですねこれは。じゃあこの機会にそうですね、今年もね安くなりましたからね。GoTo キャンペーンで、いや本当おかげさまで、はい、ありがたいです。もうありがとうございます。はい、1221号室。はい、はい、ということで3時にチェックインしましたけども、すごいですホテルが。なのでちょっと今からルームツアーやりたいと思います。よし、じゃあまず玄関から入って左手にこちら荷物を置くスペースがあります。めちゃくちゃおしゃれです。で僕が持ってきた荷物はこのカバン1個ですね。そして扉の向かい側にはこういったでっかい鏡がありまして、おーみたいな感じでやってますけども、そして扉入って右手ですね、はい、こういう廊下、ちょっとした廊下スペースになってます。でここを行くとですね、こうやってはい、こちらに部屋がありますけども、ここまだ僕見てないのでものすごい楽しみです。でその前にバスルームですね、入ってみましょう。左からですね、何やらリモコンがありますけども、このリモコンは何でしょう。 OK ボタンを押してみましょう。んよくわかんないですよこれ。ピッピッピッ、まあいいや、ちょっとハイレベルすぎて用途がわからなかったので置いときます。でティッシュがあって、ハンドタオルが3つですね。はい、なぜか3つあります。そしてこれは石鹸ですね、はい、ここに置いてあります。でその右がこうなってて、これは何でしょう、マウスウォッシュですね。はい、これが置いてありまして、コップが2つ置いてありまして、その右側にこれは何でしょう、アンヌセモナンシャワージェルとボディーソープですね。シャンプーリンスがないですね。ん、ああなるほどですね。あ、シャンプーとリンスはこちらのシャワースペースに置いてありました。もう圧倒されてます。あ、ちなみにここは何でしょう。あ、でこちらはトイレですね。うわ綺麗だな、おしゃれだなすごい。でここに電話かけるところがあったり、スイッチがあったりですね。掃除も行き届いてて
最高に気持ちがいいです。いやすごいですね、なんかちょっと緊張で手が震えてるんですけど、いやーなんかこういうところに来れて本当に嬉しいですね。じゃあちょっとあのメインのお部屋もありますので見ていきましょう。よいしょ、はい、まあ、でっかい鏡がありまして、その左に行くとこんな感じでなってます。ボーイの人がお部屋の説明しましょうかって言ってくれた時にちゃんと素直に聞いとくんだった。全然カーテンの開け方が分かりませんここをこう、うわすごい、めちゃくちゃ眺めいいですね。曇ってるのが残念ですけど。で入って右側にはこういうテレビ台みたいなのがあって、ここにメモ用紙とペンがありますね。このペンもらっていいかな、まあ、多分もらっちゃダメなやつだと思うんですけど置いといて、でティッシュがあって、でこれテレビ電話ができるっていうやつですかね。でこれリモコンもこうやって袋に入ってます。でなんか雑誌みたいなのも袋に入っています。でコーヒーのやつですね、これちょっと僕使い方よくわからないんですけど、あとはお水も、はい、ドリンクサービスが入ってますと。でここに棚がでっかくドーンってあるんですけど、ちょっと開けてみましょう。これ何でしょう、おお、勝手がわからなすぎてちょっと緊張するんですけど、まあこれはちょっと後で、後でにしたいと思います。おい、はい。で下に行くと、あ、こんな感じでお皿ですとかフォークですとかそういうのがありますと。でその下は、はい、まあ、その下は冷蔵庫があって、冷蔵庫の中は、え、いやこれはさすがにフリードリンクじゃないでしょうみたいな、なんか下手に手出せないのでちょっとこれもしまっときましょう。はい。でその左手にはソファーのようなベッドのようなものがありまして、でここのテーブルのところには急須とお茶が飲めるようになってますね。で多分この中には、はい、お菓子も入ってます。お菓子じゃなくて煎茶を入れるやつですね。なるほど。でこっちには多分お茶っ葉だと思うんですけど、まあそれが入ってますということですね。はい、 OK です。でこっちには何でしょう、なんかウェルカムのアイマスク、蒸気でアイマスクが置いてあります。はい、メグリズムの蒸気でアイマスク、これはちょっと後で使わせてもらいます。そしてこのテーブルの左側のこっちの方ですね、ここがベッドスペースとなってるみたいです。はい、広い。はい、ではではちょっと夕飯の時間も近づいてきましたので、今から地域共通クーポンっていうものを使ってちょっとレストランを利用させてもらいたいなというふうに思ってます。今回は1万2000円分クーポンが使えるっていうことなんですけど、使える場所っていうのがこのホテル内のどれかなんですね。なので今回はこの中から利用させてもらおうと思ってます。で取り方なんですけど、この地域共通クーポンを受け取るっていうボタンをポチッと押すとこういうページに飛びます。なのでこのページから、僕たちがやることっていうのは、どこの県で使いますかっていうところですよね。で、まあ、僕の場合東京を選んで、私はロボットでありませんっていうのを押してから、上記に同意してクーポンを受け取るを押します。こうすると、まあ、こういうふうにクーポンが出てきますので、僕はこのスマホでやりました。でもスマホでやるとこれ1万2000円分っていうのが出てないんですよ。なんかマックス5000円分しか使えないみたいなので、ちょっとこれは確認したいですね。1万2000円分のクーポンが降りたので、そのまま1、2万2000円分のクーポンが発行されるかなと思ったんですけども、なので、まあ、今回はその5000円分を2枚発行する形になるのかなって思ったんです。もう係の人もすみません、ちょっとよくわからないんですみたいな感じになってて、まあそりゃそうですよね、難しいですよね。僕も初めてこの地域共通クーポンが1000円、2000円、5000円の3種類しか選べないっていう風に初めて知ったので、まあこの対応がね、ちょっとやっぱあのホテル側もドタバタしてるみたいです、これは。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、ということで、わかりました。今回ここでクーポン発行するんじゃなくて、お店側が QR コードを発行して、それを読み取って、その金額を設定した金額分引かれるという形らしいです。そうなので、こっちでクーポンを発行する必要はなかったということですね。はい。なんかややこしいな。
分の共通クーポンが、まあ、フルフルに使えるんじゃないかなっていうのがここですね、はい、で、まあ、メニューがちょっとここら辺に載ってると思うので、はい、こちらのメニューを今からいただきます。これにします。地下にコンビニがあるって便利よね、うんうん、はい、ということで今お風呂も入ってゆっくりしているんですけども、まあ、今回ちょっと初めて GoTo トラベルキャンペーン使っていましたけども、まあ、地域共通クーポンが若干分かりづらいなっていうところもありましたけども、まあ、でもあのお店の人もなんかしっかり対応してくれたので、まあ、よかったかなっていう感じですね。僕の周りでは結構 GoTo トラベルって言ってバーってこう話題になってますけども、実際それでこのホテルじゃあどれぐらい埋まってるのかっていうと平日は3割ぐらいだそうですね。で土日になるとご年配の方でほぼ満席になる、満室になるっていうことをあのホテルの人は言ってました、まあ、なので今回の動画を見てくれて、その GoTo トラベルの、まあ、申し込みの仕方だったりとか、あとは地域限定クーポン共通クーポンの使い方とか、なんかそういうのがちょっとでもイメージできましただったりとか、あとは純粋にその旅行の気分をちょっとでも味わいましたって思った方はですね、あのグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、で明日はもう朝ごはんを食べてのんびりしてもう出るチェックアウトするっていうだけなので、今回の動画はこの辺で以上とさせていただきます。はい、ということで、まあ、伝えたいことも以上なので今回ではこの辺で動画を以上とします。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。